皆さんもう楽しんでますか？イエーイ。何をいやいや、ありがとうございます。今日今ちょっとねご本人たちは丸山公園でまったりしてますけど、はい、スウェーデンのバンド、ザ・バーチュルズさんをですねお迎えして、僕の今日の、ね、皆さんにお願いしたいポイントは、日本にこんないいバンドがいっぱいあるんだよってことを見せてやりたい、そういうことなんですよ。なのでそのオープニングでも僕が来た1本でちょっと適当に20本ほど、お茶を濁して、後の方にやりやすくしようというふうに、昨日は、ね、やりにくくした日だったんですけど、今日はやりやすくしようと思ってるんでね、はい、何曲かお付けいただこうと思うんですけれども、はい、ザ・ビートルズ・スケッチと言います。よろしくお願いします。それに出るとですね、日本では高い金で商売できるらしいんですけれども、何やったって受けるんですよ、正直なところ。で、バーチュルズ、今日ね、スウェーデンのバーチュルズ、彼らも、そのビートルウィークの常連バンドなんですけどもね、ただ、彼らが、僕はちょっと違うなと思ったのは、本当にビートルズ好きで、で、お客さんに聞いてもらうのが楽しくてしょうがないっていう。お父さんと息子たちみたいな感じなので、関係性は分かんないんですけどね、お父さん2人と息子2人みたいに見えるバンドなんですけど、すごいひょうきんな連中なんで、どんどんいろいろエセ英語でも何でもいいんで話しかけてやるときっとすごいコミュニケーションが出るできると思うんですけどね、はい。そんなリバプールに、いてる僕の
すごい大事にしてるママがいるんですけれども、あのジョン・レノンの妹さんでジュリアっていうのがいましてね、そのジュリア・ベアロっていうんですけれど、ジョン・レノン の, あ, のあまりにも神話化されたお兄さんがすごいやっぱり堅苦しいっていうことで、ジョン・レノンっていう人はそんなに神様じゃないってことをすごい今伝えたいというふうに、彼女は思っていて、僕がちょっとお手伝いをしています。ちなみにジョン・レノンは子供の頃お母さんから引き離されてお母さんに会えなかったっていうふうに本が書いてますけど、あれ嘘ですからね。お母さん毎日通ってミミさんのところに行ってたっていう。そしてあのジュリアも下 の, 下の妹のジャッキーもあのポールお兄さんとジョンお兄さんと一緒にあの近所のプールによく泳ぎに行ってましたという話も。そんな話始めると2時間ぐらい喋るみたいな、20分のステージなんだよね。そのジュリアが大事にしてるお兄さんの曲の一つ、そして小野彩子さんが自分の名前を残そうとして今動いてる、そんな曲を一曲やります。Look at the frog and I see in this room.
久しぶりにこのジョニーエンジェル来ましたけれども、本当にご盛況ということでね、嬉しく思っておりますが、京都も久しぶりだったんだけどね。そう、なんかお店をね、三宮で、去年の7月から始めて、気がつくと三宮と高槻も行ったり来たりしかしてないという、全然自分の時間がないことに気がついて、で今日この日をすごい楽しみに、してたんですけれども、今ね、丸山公園でたむろしてるおじさんたちもですね、今日の日のことをすごい楽しみにして、彼らの今日ラストデイなんですよ。はい、で今日は特にスペシャルな一日にしてありますので ねスペシャルなセッションタイムも用意してますからね。大丈夫ですか。はい、先ほどちょっとご挨拶したんですけど、I saw her standing there、 なんか叩けそうな感じのね、そんな風にちょっと僕は認識しておりますので、へっ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 て感じですけどね、覚悟しておいてくださいね。なんかメッセージ来てますよ。カチンカチンってきましたよ。大丈夫ですか。内容を教えてもらったらMC で言いますよ。いらない。はい、彼らはスウェーデンから来たバンドで、バーチュルズっていうバンドなんですけれども、今日はね、日本のバンドさん、僕の大好きなバンドさんが集まってますのでね、ぜひ、皆さん交流をしていただければと思います。で、今から歌う曲は実は、ビートルズが意外と外国の、いわゆるその彼らにとっての外国の、タイトルをつけてる曲がそんなにないんですけどもね。僕はビートルズお好きですか。どの辺がお好きですか。全部いやらしいよ。なんでや。メンバーでどの誰がお好きですか。ジョージが。何を。ものすごい焦燥がいましたね、今ね。はい、でも今日ね、素敵なジョージがいます。素敵なジョージが多分3、4人出ると思いますので、はい、ぜひぜひお楽しみいただければ。でも今大山エキター歌ったのよかったですか。
よかった、いただきました、ありがとうございます。無理やり無理やり、めったに僕歌わないんです。今日ちょっとスペシャルな気分で歌いましたけど、言わしてたまるかみたいな感じでね。そうそう、あ、でもあの、ビートルズお好きですか？はい、ビートルズお好きですか？はい、メンバーは誰が好きですか？ポールですか、ね、ポールですか、ちょっと振る相手間違えたから最後の曲、ジョンの曲があるんで、しみようと思ったんですけど、そう、あの海外の、ことを彼らはあんまり 歌にしなかったんですけど、珍しくタイトルにね、あの、ノルウェーを持ってきてる曲をちょっと歌ってみようと思います。ギター1本でどこまでやれるか、お、大したことやらないんですよ、大したことできないんで、あの、はい、僕ギタリストじゃないんで、はい、あの歌リストでございますなんちゃって She wants me. She showed me how everything that good Norwegian do. She asked me to stay, she told me to say I was. 目を合わせたら歌ってくれてありがとう。 So I look around and I know that the world's a chill. I saw someone love.Biding my time, drinking my wine. We talking to two, and then she said, "It's time for bed."
エンジニア。